なりの枚数壁に立っています。かなりペナルティーエリアの外ギリギリのところからのフリーキックです。右足足の左足吉田足野が行った1点返した YSCC。 ここで試合終了です。3対4、開幕戦を飾ったのはガイナーレ鳥取。